ハンスフォン・オハイン・ハンス・ヨアヒム・パプスト・フォン・オハインは、ドイツ作戦アンハルト州デッサウシ出身の技術者、単体飛行可能な世界初のターボジェットエンジンを開発したことで、航空史上不滅の偉業を成し遂げた、イギリス空軍の歌手官、フランク・ホイットルが1929年に出願した、遠進式、ターボジェットエンジンに関する特許は、 機密扱いされず専門誌などで広く紹介されたため、各国の空軍や技術者が注目し一部では後追いが始まった。その中の一人が、ゲッティンゲン大学工学部で流体力学を専攻する大学院生だったオハインで、ホイットルのものよりさらにシンプルな単板車流、ラジアルタービンを用いる別形式を発案して1933年に特許出願し、 友人のマックス・ハーンが経営する自動車整備工場の一角を借り、翌1934年から自費戦マルクを投じて、ジェットエンジンの基礎実験に着手した。博士家庭修了後も継続的な開発を望んだオハインは、1936年に恩師ロベルト・ポールの紹介で試作ジェットをエルンスト・ハインケルに見せたところ、即座にハインケル社に採用され、 本格的な開発が始まった。翌1937年、同社の板金職人が手作りした初号機ハインクルストロルトリアブワーク1の試運転を開始したが、これはホイットルの試作初号機 WU の稼働とほぼ同時だった。実証モデルのヘス1は相除系の単板延伸式圧縮機とタービングを背中合わせに配置し、 その間の外周に放射状バーナーとドーナツ状の直流アニュラー型燃焼器を設けた極めて体型で素やなものだった。1号機では当初高速燃焼する気体水素を用い1万 RPM で静止水力 115KGF と試験結果は計画値通りでかつ安定していたがホットセクションが溶解したため修理した際に機械を 不可し、気発油で運転できるよう改造された後は、主樹の問題に直面した。中間的なヘスにを経て、初の実用モデルヘス3の開発に移った。ヘス3は、高圧縮化のため動力のみの単断軸流圧縮機を全置し、腰部は中造性になり、燃焼機も反転型として、相互のレイアウトも大きく見直された。熱マネジメントを容易にするため、 缶型燃焼器を採用した改良型ヘス3ビットを1939年初夏に初飛入れし、間もなく HE118 に釣り下して空中試験を開始、1号機が炎上して早期に失われたため、2号機に乾燥した HE178 が同年8月27日に同社テストパイロットのエールヒワルシッツの手で世界初のジェット推進機として初飛行に成功した。 これは、同社の世界初のロケット推進計 h e 1 7 6に遅れること2ヶ月、ホイットルらラの実験機、グロスター E28-39 の初飛行よりは1年半、先んじていた。しかし、ヘッサンビットは低出力かつ耐久性にも欠け、最高速は計画値を下回る325キロトンに止まり、耐久時間も10分に、 制限されるなど、レシプロ機に対して、明確な優位性を示せず、施策に号機に至っては、水力不足で離陸もできずに終わった。同年11月1日、エルンストーデット、エアハルトミルヒラドク空軍省及び、ナチ公館の前で、HE176、HE178 の展示飛行が催され、印象を与えることに成功。その場で、 戦闘機 HE280 の試作契約が結ばれたものの、日立島員のハインケルに対する風当たりは依然、冷たく、積極的な援助は得られなかった。また高速ジェット機の将来性に確信を抱く、空軍将棋官、ヘルムート・シェルプや、ハンス・アドルフ・マウフラも、本来航空機メーカーである、ハインケル社のエンジン開発、生産能力を懸念して、 他の航空エンジン製造各社にもターボジェットエンジンの開発を非公式に打診した。これが後に発注しよう109の軸流式ターボジェット b m w 0 0 3 0も004として区限化する。その後、ユンカース社で軸流式ターボジェットの基礎研究に当たっていたアドルフ・ミューラーのチームが同社に移籍し、109-006の名で開発を継続することになり、 延伸式を進めるオハインと、相互協力を図る体制が整えられた。ヘス3ビットの単純拡大版、ヘス6を経て、HE280 向けの本格型ヘス8は、全地軸流圧縮機を2段とし、軸を延長してその間に、アニュラー型燃焼機を収めることで、外形縮小を図ったが、タービンは、重前端板車流式という移植の構成を、踏襲していた。 世界初の実用車室座席を装備した試作戦闘機 HE280 は1941年4月2日に初飛行し3日後に完工された公開模擬空戦では有速と向上省力を発揮して FW190 を圧倒してみせたがより斬新な目262を優先する国策は覆らず正式受注はならなかった。 自社のエンジン開発能力の不足を痛感した、ハインケルはエンジンメーカーのヒルト社との合併をナッチに上進し、その許可を得て開発に拍車をかけたが、数多の改良にもかかわらず、ヘス8の不安定さと単寿命は解消できず、1943年3月には AG280 も軽球機を持って計画放棄を余儀なくされた。オハイのチームの難航ぶりをしたシェルプも、 ユンカース社で、ジュモ004の基本設計を終えたマックス・ベン・テレラを、新生ハインケルヒルト社に移籍させ、高出力な軸流、遠心ハイブリッド構成のヘスレイ11プロジェクトに参加させたが、技術趣味的な設計変更が重なり、第二次世界大戦中に完成を見なかった。ヘスレイ11は、戦後フランコ軍自独再生権下のスペインに移りにレイ11の名で開発が継続された。 ウェルナー・フォン・ブラウン、アレキサンダー・マルティン・リピッシュらと共にペーパークリップ作戦の最重要人物に指定されたオハインは1947年にスタッフと共に渡米しライトパターソン空軍基地の航空研究所に配属された。1956年に同研究所長に昇進し戦後30年を経た1975年には 航空機を含む米空軍の大気圏内飛翔体の全、研究プロジェクトを統括する地位にあったが、この艦軍の養殖についている事実を否され、対外的には農場経営者であると伝えられていた。冷戦下でオハインが何を手掛けてきたかは、必ずしもつまびらかではないが、高温ガス炉による原子力飛行機、吹き出し翼を持つ、試作垂直離着陸機 x f v 1二。 電磁流体力学発電等は、オハインが開発を主導したものとされている。そして、それらのすべてが実用化されていない。1979年に除退した、オハインは、基地近隣のデートン大学に自分の名を冠した研究室を設けて、予定を送っていたが、そこで、フランク・ホイットルとの開講を果たし、修正進行を結んだ。その後、フロリダ州のベルボルンに隠居し、 1991年、チャールズ・スターク・ドレーパー賞受賞。1998年に死去した。ありがとうございます。